マイクラのカレーをいただきます。いただきます。これちょっと勇気いります。いやー、美味しい美味しい。食ってねえよ。食べ物の夢じゃないものです。見てください。これなんかどっかの南の島の海みたいなこの青一番おどろおどろしい。人が食うとこやだな。なんだろうこれ。なんか耳くそ食ってるみたいな。はい、ということで、はい、グリーン、ね、今日は何を今日カレーを作っちゃいました。カレーをただのカレー。いや、ただのカレーじゃつまんないでしょ。つまんないね。どんなカレー作る？甘いカレー。甘いカレー。甘いカレーとかじゃない。今日はね、俺考えた。いろんな色のカレーをちょっとね、作ってみよう。え？いろんな色？え？いろんな色。ググレンジャーカラーカレー。おー。ググレンジャーカレーカラーとかも言おうか。ということで今日はね、カレーでそのね、いろんな色のカレーを作るわけですけども、ただ作るんじゃなくて、その視覚的なことでこう人間の味覚、まあ我々人間ではないけどもね、人間の人の味覚はその左右されるかっていうところで、何色のカレーが一番美味しく感じるとかっていうことを身をもってこうね、立証していきたいなと思うわけですけども。いや、はい、ありがとうございます。ということで今日はカラフルカレーを作りたいと思います。じゃあまず油で玉ねぎを炒めていきます。砂糖をかけます。わかんなくね。ティアが丸い。ましたけども、分かりましたね。ね、ようやくカラフルカレーが出来上がりました。出来上がりましたというのがなんですけども、はい、あのね、思った以上にカラフルです。あー、すごいロケ色。食べたくないですね。食べたいのもありますけどね。食べ、まあイエローはまあギリかな。イエローは完璧でしょこれ。いや、これスイーツと、スイーツが何個かね。そう、スイーツ、そう、スイーツみたいなのがちょっと混じってますね。スイーツだねこれ絶対。まあただこの視覚的にその実際に味が左右されるかということを検証して、まず僕ら5人の中でどれが一番美味しいかってことを食べっこしながらね決めて、それをね実際に視覚でこうあの左右されるかってことをあの男を呼んで実際にね目隠しをしてその最終的な結論を出したいと思います。はい、じゃあ食べましょうか。はい、前からのカレーをいただきます。いただきます。これちょっと勇気いりますね。いやー、美味しい美味しい。食ってねえよ。悪いけど黄色超うまい。うわー、うまいですか。いただきます。これいやー、なんか粘土みたいになってますよこれ。うん、黄色うまい。なんかね、赤若干苦い。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 美味しくない。苦っ。僕じゃあ俺イエローちょっと広くしていきます。じゃあ僕ピンクいきます。ピンクじゃねえ、ピンク赤。レッドいきます。すごい。あ、イエローうまい。苦いね。苦いよね。うん、じゃあいただきます。ブルー。それボーラスじゃね。まあいいや、あんまり緑も食べたくないけど、じゃあ緑もいきたいと思います。うん、いや、うまい。見てみよう。まあ、黄色はやっぱ安心ですね、これ。これ甘そう、ピンク。あ、俺緑が一番うまいかも、今まで食ったの。え、うん、乾杯かも。俺、あと食ってない。俺、緑食ってないな。ブルー。あ、ブルー。うわ、緑。あ、レッドいや、レッドにレッドが多い。食べ物の色じゃないもん、だって見てください、これ。これなんか、どっかの南の島の海みたいな色になってる。よどんだ海。いただきます。緑もうまいよね。うまい。緑うまい。なんかほうれん草って言われたら、ああ、なんとか。グリーンカレー的なね。どう？やっぱちょっと残念な気持ちになる。残念。ちょっと見ないとダメです。いや、でもね、やっぱね、イエロー安定だね。イエローは本当安心します。色的にやっぱ。でもカレーのちゃんとした味がする。
マジカレーだ。うん、これ食う。まあでもね、あのこれは食っとかないと。青。人が食うとこ嫌だね。見てくださいこれ。この青一番おどろおどろしい。人が食うとこ嫌だわ。なんだろうこれ。いただきます。うわっとお前ねだ。あ、マスクない。レッドが一番マスクね。レッドちょっと苦いね。苦いよね。確かに若干味が違う気がする。ただ色つけるその色素はみんな同じ分量入ってるから。あ、ピンクってね。え？食べてください食べてください。いや、ピンクもうまい。あ、ピンクもうまいな。ちょっと。甘い気がするってやっぱいろんな問題かな。気持ちそんな感じあります。気持ち甘い気がする。若干甘い気がする。うん、不思議と。なんか海の味がする。よく言い過ぎ。おい海のもの一切ね。さあ、これ出ましたかね。一人一個ずつあげていきますか。あげていけ。はい。一個だけね。一個。じゃあまず。イエローが一番美味しかったと思う人挙手。はいはい、2票、2票、2人、2票、もう2票、うん、でも、かまずいない。じゃあ、グリーンが一番美味しかったと思う人挙手。おいおいおい。では、ピンクが一番美味しかったと思う人。はい。おおお、2、2に分かる、ね、まさかのピンク。それでは、レッドが一番美味しかったと思う人。ブルー飛ばしてますやんっていう。いや、これもう通りだからね。ブルーが一番欲しかったと思う人いるわけがない。まあ、レッドとブルー外れましたと。まあ、レッドはね、色じゃないと思う。レッドは単純に味、味だよね、うん、なんか変わったもん。視覚的っていうよりも、あのなんか違うものになっちゃったっていう、うん、ブルーは視覚的なところでやっぱりこう食欲をそそらない色らしいんだよね。あー、なるほど。なので、あれだけど、ってなると、ピンクとイエローのまあ同率1位みたいなのですね。まあ今もう一回いきます、レッド、ブルー、ピンク、グリーン、イエローとありましたけども、まあ我々5人の中での視覚的なあれも含め5人の中での判定は、イエローとピンクが同率1位ということです。でこの後ね、サブエボ先生を呼んで、あのちょっと目隠しをして食わしてやろうかなと、食らわせてやろうかなと思います。見えてない。目隠しの準備ができました。これ何本？3本。おお、見えてない。本当ね、本当ね。OK、 じゃあということでさっき追いついた位置とちょっとずらします、はい、で、じゃあ順番に1から6まで食べていただきます。じゃあまず1つ目のカレーあれですね。もう何もあの余計なことは言いません。美味しいか美味しくないかだけお話しください。はい、口開けてください。はい、この味を記憶してください。自分の中でこの味をに点数をつけてください。10点満点書き込みしてください。書けないです。これが1番です。はい、そして2番いきます。はい、ちなみに1と2、今までの違いありますか？ないっすな。ないかな。なるほど。まあ、同じような感じ。同じような。じゃあ、続いて3番目。じゃあ4番目です。普通にうまい、でも、うん、OK、 じゃあちょっと口の中今フラッとしてくれ、唾液で。これ4番目です。うん、うまいです。すごいね、なんかオウム返しってこういうこと言うんだろうな。同じことをなんかこう何回も言うみたいな。そして6番目、違う、5番目でね、5番目のカレーです。
あんまりこう口が開かないあれだからかわいそうなんだよね。これが5番目です。はい、どうでしょう。うん、カレーまあカレーだからね。まあカレーだから誰もシチュー作ってないし、うん、そしてオラスです。こちらになります。まあまあでもここまで一緒だったら、ね、多分一緒なんだろうなと思いますけど、まあ、見えてないってことはやっぱりその先入観がないっていうことだから、ね、まあ多分何食っても一緒なんだろうな。あ、同じもんだよ。はい、あ、はい、苦いっすよ、これ。マジで苦い。何やろ。あ、苦い。初めて。最後の最後で。違う。違う反応。いやすわ、なんか。いや、いや、いやだ。いやだ。例えるんだったらどんな感じ。まだわかんない。何やろ。なんか耳くそ食ってるみたいな。食ったことあんの。耳くそ食ったことないけど、まあサブエモさんの界隈では耳くそ食う。鼻くそはいるけど、耳くそはなんかかなりの。つだものじゃそうだね、入れるからね。え、うまい。苦い。あ、苦い。なるほど、なるほど。1から6番のカレーライス、あなたは目隠しをして食べていただきました。はい。その中で一番美味しかったものは何番ですか。それとも、みんなが同じ味だったか。一番まずかったもの、美味しかったもの、まずかったものをあげてください。みんなが同じも構いません。さあ、判定はいかに。1から5が全部一緒ですね。もちろん全部一緒なんで。え、それは量とかも関係なく、まあ風味とかも、だから鼻出てるから風味は分かるはずなんですよ。そうだよね、うん、でも明らかに6は違った。6がね、もう耳くさな味ですよ。オスね。なるほど。1から5までが一緒、同じ味に感じたと。なるほど。ただ6番目だけが耳くさな味がしたというところで、じゃあ見ていただきましょう。非常に伝わりづらい。1、2、3、4、5、6でした。ああ、なるほど。自分の中で6番は何色だと思ってました。正直この味、この耳くさな味に近いのは何色なんじゃねえかなみたいな。もうこれでしょう。まあね、色的にも耳くそっぽいもん、ね、ってことは人間は耳くその味がしたら色的には青に感じるってことかも。だからね、でもそしたらまたみんなで耳くそのも食べてみないと。それハードルだけよ。実証はハードル高い。それハードル高すぎる。これ全て食べていただきました。で、今1から6まであったわけですけども、うん、サーベボー先生のね、あの判断は1から5までは判別がつかない、目隠しした状態ではもう全く一緒だったということでした。で、赤だけは耳くその味がした。これはまあみんな一緒だった。そうそうね。ということで、苦かったということで、我々が食べた時はピンクと黄色は同率で1位でした。ということはどういうことなの？これは視覚効果あり。そうですね、はい、色によって人は味覚が左右されてしまうっていうことが今回の実験をね通して分かったわけですけども、はい、いやでも今回はっきりした、あの視覚によってそのね判別されてしまうということで、はい、いや、いい実験でした。いい実験でした。またね、ちょっとねこれに近いような企画をやっていきたいと思います。はい、それではカラフルカレー、人は視覚によって味が左右されるのか、結果左右されましたということで、またお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。